新たに生まれし流れは一つの支流。しかしそれは本流にまで及ぶ影響を抱く一つの事例である。幾重にも折り重なった事象が形を作り収束を見せる。そこにあるものを悲劇と呼ぶか解放と呼ぶかはあなた自身が決めることだろう。私たちは知っている。それゆえに私は何も伝えることができない。知るだけで形成されるものは幻想。こと、ここにおいて必要なのは経験による認識だ。私と私たちは導く。できる限りの良しをもってして。だがそれに従うかどうか、それを信じるかどうかはあなたが自由に決めること。いかなる形で結末を迎えようと、それをあなたが経験するのならば、私はそれで構わない。